はい、皆さんこんにちは、ワンネリングルビジです。今回はファミスタクライマックスドリームペナント続きをやっていきましょう。前回になりますかね、少し時間が空いてしまいましたけども、阪神との首位攻防戦で3連勝を収めて、ワンダチーム、僕のチームがなんとか1位に躍り出たというところで、今回はですね、超強力打線ヤクルト打線と、3連戦というところでプレーの方をしていきたいと思います。では早速プレーをしていきたいと思うんですが、忘れないうちに先にファミダスを引いておきましょう。ちょっと旅行に行ったり、もろもろ仕事等も忙しくてですね、更新の方が少し遅くなってしまっている状況で、楽しみにしていただいている方に本当に申し訳ないなというところなんですが、なんとかね、毎日更新頑張っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いの方よろしくお願いします。というところで、まず投手10連ですね。金カード落ちる系のボールを持った先発投手が出てくれれば万々歳というところですよね。誰だ、松井裕樹か。松井裕樹は何だろう、スライダーかな、持ち球。ちょっとここは確認したいところですね。あと松井裕樹はどうだろう、守護神扱いになってそうですよね。抑えになってそうなんで、そのあたりもちょっと確認しておきたいところですが、そうですね、松井はチェンジアップでリリーフになってますね。球速は151キロか。どうしよう、ちょっと入れ替えるかどうかっていうのが確認が必要かなと思います。じゃあ続いて野手引いていきましょう。まあ、野手の方はだいぶスタメンは揃ってきてるかなというところではありますからね。ちょっと今回は青しか出なかったかな。新しいところで言うとギャレット、あとは山田も初めてか。山田はレベル1の状態でこの能力ですね、さすがというところですね。あとはミネ、この辺りが新キャラになってるかな。さあでは早速ちょっとチームの編成を久しぶりなので、確認しておきましょうか。動画のコメント欄の方でもチームの編成見せてくださいっていうのがありましたので、ちょっとこの後試合の前にじっくりスターティングオーダー確認していきたいと思います。特にヤクルト打線相手だと打たないと勝てないですからね。絶対点は取られてしまうんで、どう打ち勝っていくかっていうところになるかなと思います。では早速なんですが、まず1番角中で、2番に菊池涼介ですね。で3番に井戸井で、4番に畠山を入れてます。で5番に柳田で、6番に坂本で、7番に今はレアード入れてますね。で8番キャッチャー森です。で今日の先発はオーレンドルフ。ただ、このオーレンドルフ自体は、ちょっと言い方悪いですけど、メンバー合わせというか、人数合わせで入れてるだけなので、変えていきます。スタンリッチに変えていきましょうか。おっと、スタンリッチを入れるとこれで溢れちゃうのかな。そうすると、大谷を一回外しますか。これでいいね。でスタンリッチのところには人を入れたので、控え野手を確認しておくと、控え野手の方は福留とバレンティンですね。これでスターティングラインナップとしては揃ったかな。スタンリッチ、ただな、高速スライダーなんで、落ちる系のボール持ってるメンバーを入れていくとなると、どうだろう。先発で落ちるボール持ってるってなると、ちょっと難しいところですね。涌井とかもね、剛速球なんですよね。西もチェンジアップだし、でさっき手に入れた松井裕樹に関してはリリーフ。岸も剛速球なんだよな。でこっからはしばらく侍ジャパンが続いて、先発の大野も剛速球。
で、竹田。この竹田は、高速フォーク、カーブですね。まあ、侍ジャパンですね。あとは野村、サークルチェンジです。まあ、この辺りまでが、まあ、その、いわゆる、落ちる系のボールの持ち主ですね。で、千賀の、普通のオリックスの千賀が出てくれたりするとね、すっごい嬉しいんですけどね。まあ、なかなかそうはいかないですね。山中とかもね、剛速球なんですよね。で、増井は、侍ジャパン扱いになってますね。まあ、この辺りまでかなというとこかな。田口はスライダーか。なので、今日の先発はスタンリッジでいきましょう。ボールを動かしながらって感じですかね。おっと、で、プレーボールができないんで、ここで、そうなんですよ。PP が60以下の選手を1人入れなきゃいけないんですよね。まあ、ここでオーレンドルフが入ってくると、初めて。まあ、これでいいでしょう。ちなみにスキルは全員つけてるよねというところですよね。で、あとは、控え野手のところですね。控え野手のところも、一応、福留バレンティン、スキルはついてるね。OK。じゃあ、これで、試合の方始めていきましょう。約2週間ぶりぐらいのファミスタになるんで、少し操作に不安があるといえばあるんですが、ここは、なんとか気合を入れていきたいところだけどな。早速、ヒット打たれたか、坂口に。ヤクルト打線かなり強力ですからね。しかも川端はプリズム化してるか。させるか。森の肩ではさせない。これでノーアウトランナーが、二塁か。これは追いつけないよね。これで川端が三塁まで行くなんてことになるとちょっと目も当てられないけど大丈夫だね。で、こっからね、超強力打線が火を吹く感じになりますからね。このヤクルト打線に関しては。今のはちょっと打ち取ってたあたりだなけに、ちょっと久しぶりであるがための守備のミスが出ちゃったかな。持ってかれたー。外野一歩も動けずだな。スリーラン。これで初回で4点か。きついな。ちょっと待ってくれ。スタンリッジもうへばったのか。ちょっと早すぎやしないか。さすがにへばりが。いやー、ちょっとまずいな。スタンリッジがこれ1回持たずにノックアウトとかってなると、さすがにきつい。入れてないんでね、そのリリーフ陣を多くは。まあ、4点差だったら、まあなんとかひっくり返せなくはない点差では、点差じゃない、点差ではありますからね。このままスタンリッチが中村悠平を打ち取ってくれれば、まあ、なんとかって感じで追いつけないな。これは入らないよね。入らないね。よし。いやー、スタンリッチ変えられないな、まだ。まだ変えられない。なんとか1回は踏ん張ってほしい。まあ、結局、打者一巡になっちゃいましたからね。先発ピッチャー、小川まで回っちゃいましたからね。5点差追いかけるのが、なかなか厳しいけどな。よしよし、まずは角中がセンター前ですね。小川の決め球は剛速球なんで、追い込まれる前に、ある程度、打っていかないと振り遅れちゃいますからね。これで、菊池が左中間へのツーベース。糸井は強振で一発狙っていきましょう。お、いくね。間違えた。失
しまった、操作のミスだな、今のも。久しぶりだと、こういうのがあるな。久しぶりにプレイをすると。ちょっとね、見ていただいてる方には、何やってんだっていうね、お叱りをいただいてしまいそうな、そんな不甲斐ないプレイが続いてるけど、畠山が空振り三振、これでツーアウト。この回に1点、2点は取っておきたいですよね、少なくても。スタンリッチはもう持たないのは明白なんで。これは抜けない。抜けないね。いやー、今の回1点も取れなかったのは、ちょっと痛いな。守備でも走塁でもミスが出てるんで、ここはまず宮西を投入しておきましょう。特に守備が不安だな。久しぶりの守備だと感覚がだいぶやっぱり鈍ってしまっているというのがあるんだけど、これは大丈夫だね。セカンドさせるか。角中の方だとちょっとダメだったか。で、こっからも山田、バレンティン、畠山。ちょっと怖すぎるからな。おお、今のはボールか。うまいところに決まったかなと思ったんですけどね。これは山田にタイムリーだな。山田は抑えられないね、本当に。で、さっき特大アーチのバレンティンには2打席連続。今のも変化球でボールをホームベース上で動かすような動きにはしているんですけどね。それでもやっぱり軽々持ってかれますね。畠山にはこの辺り。で、やっぱり振ってくれないしね、このクラスになると。落ちるボールを投げても、やっぱなかなか振ってくれないんで、難しくはなってきちゃいますよね。ここは投手を変えざるを得ないか。リリーフ。ここはマーティンを送りましょう。勝ち試合だったらね、西野間違いなく送るんですけどね。この落ちる系のボールを全然振ってくれないんですよね。やっぱりフォアボールになるか。この辺りは見極めがもう、だいぶしっかりしてきますね。コンピューターも強いのレベルになってくると。普通の時には、この落ちるボールはかなり振ってくれてた印象があるんですけど、今となってはもうなかなか振ってくれないボールになってますね。さあ、これでスリーアウトです。守備も少し慣れてきたんで、あとは点を取って、まあ、この試合は捨て試合になったとしても、2戦目、3戦目で確実に勝つために、少し操作に感覚を戻していきたいですね。ワンボール、ツーストライクから坂本の当たりは切れていきます。今のボールは際どいですね。よく見極められたのは自分で。言うのもなんだけど、これはどうだ、落下点に入るかな。大丈夫だね。スタンドに入っていきます。よし。おお、セーフじゃないのか。もうよしって言ったのは確実にセーフだと判断したんで、よしって言っちゃいましたけど、これはエラーが出てますね。で、レアードが出て森。よし、抜けていくね。レアードの足で三塁はいけるか？いけないね。戻りましょう。で、悲しいかな。マーティンのところでマーティン送らざるを得ないっていうね。この現状。ゲッツーだよね。まあ、この試合はしょうがないかな。マーティンにどうしてもこの敗戦処理を してもらわなきゃいけないっていうのがね、あるんで。小川完封か。完封？いやいや、まだ分からないじゃないか。よし、ナイスプレー。これはでかい当たりだけど、切れていくかな。切れてきますね。よし。今のは菊池が
こちらで操作をせずとも勝手にボールのところに入っていってくれたので、そのままさばいた感じですね。さあ、ちょっと点を取る練習もしておかないとな。すっかりもう操作の感覚が忘れちゃって、まあ、1回こそ走塁のミスがあったものの、それなりにプレーできましたけど、2回、3回とね、この単調なバッティングが続いてしまってるんで、ここは、この2戦目、3戦目に備えて、しっかり、バッティングの感覚を取り戻したいところですよね。どうだ？これも切れていきますね。最後は剛速球。手が出ず。見逃し三振。いやー、1戦目は落としたが、これで、タイガースが勝ってると、首位が入れ替わるけど、タイガースは0対0。よし。もう首位攻防がかなりの激戦になってるんで、1試合も落としたくない。そんな中、ヤクルトには負け越しが決まりましたね。レアードが絶好調か。で、ヤクルトがこれで1位に戻って、ワンダーが3位に落ちたんで、この試合絶対に取らないといけないな。そうすればまた首位が入れ替わるので、2戦目これで何とか、ヤクルトを叩いて、3戦目でもヤクルトを叩けば突き放せますね。では、今日の先発、ま、これもオーレンドルフが入ってますけど、オーレンドルフの代わりに今日の先発は、大谷。で、マーティンとスタンリッジは下げましょう。これ、入れててもしょうがないんで。で、マーティンの代わりにリリーフで、まあそこそこ、そこそことかって言うと怒られちゃうけど、どうしようかな。ツーシーム、リリーフの松井裕樹入れてみますか、一回。そしたら。で、あともう一人リリーフで、ポイントで言うと50ぐらいは使える、もうちょっと使えるね、70、65使えるんで、65ぐらいのリリーフ、中崎、この辺りを入れておきましょうか。これでいきましょう。で、松井裕樹はリリーフ登板する可能性があるんで、ここはスキルを入れておきましょう。対左打者を入れておこうかな。まあ、なんとか点を取らないと、さっきもお話したようにヤクルト打線強力なんで、まあ、3点、4点の失点は当たり前にあると考えると、それをね、超える点が必要になってきますからね。で、この落ちるボールはもう絶対振ってくれないんで、落ちるボールはもう投げるのをやめましょう。もったいない。大谷翔平のも剛速球で押していきましょう。で、追い込んだらウイニングショットで仕留めにかかる。172キロ出てるな。ホームベース上でボールを動かしていくしかないからな。ちょっとここは1球落ちるボール入れるけど、やっぱり振ってこないよね。よし、レアだが抑えて、これで1回の表は0点に抑えた。さすが大谷だな。で、大谷がしっかり抑えてくれたら、立山を打ち崩していきましょう。立山の決め球はフォークボールか。ってことは、追い込まれる前にやっぱりここも打っていかないといけないけど、ここでフォークボールが来ましたね。これは落ちてくれればいいけど、追いつかれるかな。坂口が抑えます。で、2番菊池。これは落ちるボール、緩急をつけられる形になっちゃったかな。これもバットが止まらなかったですね。止めには行ったんですけどね。立山160キロも出るんだっけ、今もストレート。なんかそんなにね、速いボール投げるイメージなかったんですけどね。
このスペック上だと161キロ出てますね。今のはジャストミートできるかなというところですが、フォークボール来ましたね。で、落ちるボール。161キロ投げるような剛速球をバンバン投げてこないな、立山は。やっぱり落ちるボール、あとは決め球のフォーク、この辺りをかなり投げ込んできますね。どうだ、これはいっただろう。よし、先制のホームランは糸井です。で、畠山の辺りも、よし、これ畠山なしでも二塁はいけるでしょう。いけないか、いけないか。坂口肩いいですね、今のを見ても。で、こっからは怖い怖い。バレンティン、畠山ときますが、まずはバレンティンをセンターフライ。もうちょっと油断できないのがね、この畠山も怖いんって言ってる矢先に畠山に同点のソロホームラン持ってかれたか。で、雄平にはツーベースになるかな、これは。さあ、ここからの下位打線をしっかり抑えておきたいんですが、大丈夫だね。まずは、大引きをショートゴロ。まあ、坂本だったら、無難に、さばいてくれるかなというところでしたね。最後は、剛速球で空振り三振。これ、2回の表が終わって1対1か。で、この後は柳田、レアードと続く打線になるけど、柳田はちょっと動くボールにジャストミートできませんでしたね。で、先に坂本か。ランナーを貯めて、レアード回したいので、坂本にはなんとか出てほしいけど、これでスリーボール。1球見ますか。まあ、普通に入れてくるよね。これも落としてこないか。これは切れてきます。強振に切り替えました。最後は、これこそ見極めたいボールでしたね。で、レアードですね。レアードは足が遅いんで、二塁はちょっと狙えないかな。で、森。これはパスボールがあって、ランナーが二塁。ただ、レアードだとね、ちょっとシングルヒットをおろか、ツーベースでも帰ってこれないんじゃないかなと思うんで。どうだ？入ってくれれば文句なし。さすがだな、森。ここは大きいツーランが出ましたね。勝ち越しのツーラン。で、大谷はそのままバッターボックス入ってもらいましょう。で、ピッチャーは村中に変わってます。決め球、フォーク。よし、これで大谷は二塁まではいけないか。大谷の足でも二塁までいけないか。追加点欲しいので、ここは狙っていきましょう。村中もストレートは162キロ出るんだな。で、ここは緩急つけて落とすボールですね。ワンドへ。ワンエンドワンからはフォークボール。これで追い込まれてから。まあ、これはちょっとしょうがないかなというところですね。では、大谷のところですが、ここで大谷は下げましょう。いやいや、大谷を下げるのはちょっと早いな。ここが剛速球を投げ切ってもらってから、下げるでもいいかな。畠山が抑えてワンアウト。もう2球ぐらいは剛速球投げられるかな。切れないね、切れないか。こっから怖いからな。川端の後は山田。もう1球剛速球投げられるかな。しまった。今のはセカンド菊池抑えてほしかったな。で、こっから山田、バレンティンに
畠山って続きますからね、ここはちょっとホークを多投して確実に勝ちに行きたい場面なので、抑えに行きましょう。まずは山田を3球ともフォークで空振り三振。で、バレンティンですね。ここは見極めてくるな。振ってくれ。振ってこないか。バレンティン、振ってこい。バレンティン歩かせてでも、畠山勝負で行きましょう。ただ、畠山、満塁男持ってやがる。かなり危険人物だな。ただ畠山は空振り三振。いやー、かなりドキドキハラハラしましたけど、畠山を抑えて、これでまたワンダーチームが1位に出るかというと、タイガースだな。ゲーム差なしでタイガースが首位立ってますね。もうタイガースとの直接対決はないので、まあもう本当に、なんていうのかな、タイガースが負けてくれるまで勝ち続けるしかないっていう状態にはなってるので、まあこの3戦目も勝つしかないかなというところですけどね。そしたらまずは、さっきの試合で、先発務めてくれた大谷を下げましょうというところで、大谷の代わりに武田だな。これでいきましょうか。武田は入れてるよね。よし。まあ、武田もカーブはね、そうそう打たれるボールではないので。まずは1回の表どう立ち上がるかですが、いきなり坂口にはセンター前か。ちょっとここはどうしても抑えたいんだけどな。カーブを投げていくしかないかな。ただこのカーブはちょっと振ってくれないですね。よし、空振り三振になったけど、これは二塁はさせないんだよな。森の足だと坂口はやっぱりさせないですね。で、怖い怖い山田。これはただホームには帰ってこれないだろう。帰ってくるか、来るか来るか来るか来ちゃうな。坂口の足だと帰ってこれちゃうか。先制点取られちゃいましたね。で、バレンティンでしょ。ここでね、気落ちしてバレンティンに一発持ってかれるっていうのが一番良くないパターンなので、ここはちょっと引き締め直しましょう。ここは見極めてきますね。で、畠山は怖いですからね、畠山も。ここも見極めてくるな。ここは一球落としましょう。振ってくれないのを覚悟の上で。で、カーブで空振りを狙いたい。よし。で、畠山を仕留めた後の雄平もね、これ、ステータス見てください。ミート S、パワー S ですからね。よし、ホームで刺した。まあ、2点取られたけど、これはしょうがない2点と考えて、取り返しに行きましょう。まずは角中が2です。ピッチャーの石川もね、決して打ちやすいバッターじゃないか、ピッチャーじゃないですからね。まずはこの回に1点でも2点でも、2点取ったら同点か。なんとか同点まで追いついておきたいけどな。スクリュー。ワンボール2ストライクから、これはちょっと2、3塁まではいけなかったかな。で、糸井ですけど、ここは一発を狙っていきましょう。一発で同点にする力がある。ここはスクリューに空振り。これは
フィルダースチョイスを誘って、ワンアウトランナー二塁一塁で4番の畠山ですね。これはただ、ちょっと当たり損ないでしたね。で、柳田で、ここは落ちるボール。これも落ちるボール。なんとか、なんとか、つなげてほしい。ダメか。いやー、角中のツーベースが活かせませんでしたね。残念。となると、この回ですよね。2回に、追加点を取られるような展開は避けたいけど、大引きはセーフティーバントが成功してますね。大引きだったらさせるでしょう。よし。これで大引きのセーフティーバントは無に回帰したので、よしとしましょう。で、石川は打ち取って、この回はまあセーフティーバント決められましたけど、あっさりと終えたので、この回にかけましょう。石川142キロか。今のは少し手が出なかったかな。これはボールになりますね。よし、抜けていく。坂本の足ならさすがに二塁はセーフになるでしょう。いくら坂口の肩がいいとはいえ。で、ここでレアードですね。レアードもここまでホームラン3本打ってくれてるんで、どうだ。よし、これでノーアウトランナー3塁1塁で森はさっきの試合で勝ち越しのツーラン打ってくれてるからな。どうだ、これも入るんじゃないか。入らないか。もう一伸び欲しかったですね。ただ武田のところちょっともう少し粘ってほしいところもありますが、試合をひっくり返しに行きたいんで、バレンティンを投入しましょう。バレンティンだったら強振じゃなくても持っていけるはず。よし、これで同点ですね。バレンティンのツーベースんで、角中だな。角中はさっきの回でいいバッティングしてくれてるからな。大丈夫だね。よし、これで勝ち越し。まだノーアウトなんで、ここは積極的に打っていきましょう。にゃー、ここはダメだったか。バレンティンは足が遅すぎるな、さすがに。ステータス上で見ると D とかあった気するんですけどね。ここはスクリュー。確実な勝利のためにもう1点ぐらい欲しいんですけどね。石川はまだまだ投げてくるか。なんかだいぶへばり顔にはなってきてるけどね。どうだ、畠山のこれは入ってくれ。入らないか。今のはツーアウトだったんで、ヒッティングと同時にランナー走らせなきゃいけなかったですね。走ってれば1点は追加できたかな。ちょっともったいないですね。得てしてこうなるよな。そしたら先発西野を投入する前に、中崎翔太を入れて剛速球で、1人でも2人でも打ち取っておいてもらいましょう。で、1球落ちるボール、緩急を見せていきたいけど、これが入るか、入るか、入るか、入るね。落ちきらなかったなボールが。まずいですね。これがツーベースになるでしょうか。川端の足ならここは負けられないので、どうしようかな。持ってかれた。剛速球だったんですが、いやー、ここは宮西を投入するべきだったな。これ以上の点差は勝機がなくなるので、松井裕樹にスイッチしましょう。
まあ、さよならじゃないだけまだマシだという考えで。ちょっとチェンジアップはあれですね。そのコントロールが難しいですね。今ちょっと投げてみた感じだと。畠山にツーベースだね。もうちょっと泳がせて三塁で刺してもよかったかな。なあ、これは取れなかったか。うーん、抑えられるかなとも思ったんですけどね、残念だな。雄平には三塁まで行かれるし、3点差か。いやー、ちょっと3点差になってくると逆に、宮西は投入しづらいな。3点、やっぱりバレンティンに持ってかれた。痛かったなあ。で、秋吉に変わってるね。スライダーが決め球。まずは出ないと話にならないからね。まずは坂本がセンター前。センター前っていうあたりでもないけどな。これは抜けていく。よし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 。いやー、ちょっと待ってくれー。坂本がスタート切ってなかったか。これこそね、スタート切っちゃいけないところだけどなー。これでツーアウト。代打で、ここは福留送りましょう。入ってくるかー、今のボール。これを逆に逃げてく。な、ここだよな。自動でスタート切ってくんないとどうしても忘れちゃってる。もったいなーい。いやー、タイガースが負けてくれたんでゲーム差は1のままか。まだまだわからないと言える状況にはなってはくれてるかな。スワローズとはゲーム差0.5。タイガースとはゲーム差1。で、現在3位と。いうところになりました。ちょっと走塁面で、不甲斐ないところが何個かあったかなというところですね。じゃあ最後の3連戦になりますが、その前に一旦休憩を入れておきましょう。で、最後の3連戦、これ3連勝マストだな。ドラゴンズとの3連戦、これをなんとか勝利で収めて逆転優勝を狙っていきましょう。ということで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなと。いうふうに思います。